ナちゃん、また私のお財布からお金を取ったでしょう。今すぐ返しに来てちょうだい。はあ、そんなのもう使っちゃったわよ。おかげで限定コスメが手に入ったわ。ありがとね、みさきさん。また限定コスメって、この間も化粧品を買ったばっかりじゃないの。分かってないわね。ブスのみさきさんと違って美人はお金がかかるのよ。美人だからこそ常に最新のものを使っていかないと。いつまでも時代遅れのメイクをしているみさきさんとは違うのよ。悪かったわね、時代遅れのメイクで。でもそんなことを言うなら自分のお金で買い物しなさいよ。いつもいつも私のお財布からお金を取っていくんだから。しょうがないでしょ。最近コスメはどんどん出てくるし、私のバイトだけじゃ足りないし、むしろ美咲さんがいい加減私にお小遣いをくれたらいいのよ。え？私がお小遣い？そんなにお財布から取られたくないなら、取られる前に素直に差し出せばいいのよ。そうね、毎月8万ぐらいをお小遣いとしてよこしなさい。しかも毎月8万円も？バカなことを言わないでよ。どうして私が一生懸命働いたお金を無償であげなきゃいけないの？別にこれぐらいいいじゃない。ブスがお金を持っていても使い道なんてないんだし、美人の私が有効活用した方が経済も回るし、世のためよ。は？ブスは美人と違って服もメイクも適当でいいもんね。ブランド品なんて持つ必要ないし、お金がかからないじゃない。だから月8万ぐらい私にくれても何も問題はないでしょ。確かに私はサナちゃんと比べたら美人でもないし可愛くもないよ。でもだからってここまでブスだってバカにされる筋合いはないわ。ましてやサナちゃんの良品に協力しろだなんて、絶対にお金は渡さないからね。今度からはお財布も通帳も全て金庫で管理しますから。はあ？そんなことしたらこれからどこでお金を調達したらいいのよ。自分で働いて調達して、モデルの仕事ができるなんてすごいけど、所詮ただのバイト。もういっそ普通の会社に就職しなよ。ふざけんな。ブスごときが私に指図なんかしてんじゃないわよ。あんたなんてモデルの仕事すら来ない底辺ブスのくせに。でもこのままじゃもう限定コスメも買えないよ。それとも月数万のバイト代だけでやりくり頑張れるの？うるさいブスのくせに、私を貧乏に扱いしてんじゃないわよ。あんたのせいでせっかく新作コスメが手に入ったのに気分台無し。今日はこのまま飲んでくるから晩ご飯いらない。美咲ちゃん本当にごめんなさい。サナが取った分のお金は私が全部返すからね。え、ミオさん？ついさっきサナから電話があったのよ。ミサキちゃんがムカつくっていきなりどなぎ出してね。何があったかと思って話を聞いたら、またお金を取ったとか。なのに私に、嫁が生意気だから閉めてやってって。本当にいつもごめんなさい。ミオさんが謝ることじゃないですよ。それに返金についても大丈夫です。サナちゃん本人が返してくれないと意味がないですから。それはそうなんだけど、でもあの子がおとなしく返金するとは思えないし、常にバイト代も使い切っていて貯金もないですもんね。だから未だに一人暮らしできずに実家暮らし。娘のサナは何も変わってくれないわね。同年代のミサキちゃんが同居したらいろいろと刺激になってあの子も変わってくれると思ったのに。サナちゃんって昔からこんな感じなんですか？お金遣いも荒いし、就職も真面目にしてくれないし、恥ずかしい話だけど昔からこうなの。地元のテレビ局のドラマで子役として出てね、それが結構大ヒットしてあの子も人気になったのよ。そこから天狗になって今みたいな感じ。私たちもつい甘やかしていたから責任があるわ。サナちゃんって人気子役だったんですね。今は売れないモデルだけどね。あの子ったら子役時代の名声で調子に乗りすぎて、その結果今のあの子にはほとんど仕事の声がかからないのよ。なるほど。同期で美人なのにあまり仕事がないわけですね。さすがに私たちも何度も説得はしているのよ。モデル一本が無理ならそろそろ就職していつまでも実家暮らしなんて許さないわよって。でもサナは真面目に話を聞いてくれなくて。私は美人だから働かなくて大丈夫っていうのよね。え？美人だから本気を出せばすぐに結婚できる。美人だから結婚相手は絶対にお金持ち。どうせ楽な専業主婦になるから働く必要がないんですって。
すごい自信ですね。そのくせ散財ばかりで、家族みんなからお金を借りまくっていてね。さすがにお嫁さんにそんなことするわけないと思ったのよ。だから同居を機に家計管理を美咲ちゃんに任せたんだけど、まさか堂々と嫁の財布からもお金を取るなんて、いろいろとご苦労されていたんですね。甘やかしてきたツケが回ってきたんだわ。でも嫁の美咲ちゃんにとってはいい迷惑よね。今度こそサナには実家を出て自立してもらうわ。だから少しだけ待ってちょうだい。美咲ちゃんが安心して同居できるように頑張るから。ありがとうございます。でも家族だからこそ本人に言いにくいこともありますよね。そういう時はいつでも力になるので、いい感じに嫁を使ってください。ありがとう美咲ちゃん。でもこれは私たち家族の問題だもの。なるべく私たちだけで頑張るわ。美咲さん、お友達とのランチ楽しんでる？ブスの嫁にも友達がいたなんて意外すぎてびっくりしたよ。ブスの友達もやっぱりブスなのかしら？人がせっかく楽しんでいるのに何の用？それともモデルの仕事もなくて暇なのかしら？それで義理の姉に構ってほしいのね。ああ、そんなわけないでしょ。あんたの荷物を全部出したから、それを教えてやろうとしただけよ。え？私の荷物を？どうして全部家から出すのよ。あんたの代わりに別の嫁を連れてくるってよ。なんですって？あんたがあまりにもムカつくから一生懸命考えたの。どうやったらあんたが私の実家から出て行ってくれるかね。そしたら私のモデルの先輩が今ちょうど婚活してるらしくてね。その先輩にお兄ちゃんと結婚してもらうと思ったの。え？まさか嫁の私を追い出すってこと？なんとそのモデルの先輩はご実家が超お金持ちなんだよね。しかもお兄ちゃんの写真を見せたら、かなりタイプだから結婚してもいいって言ってくれて、綺麗でしかもお金のある嫁が手に入るなんて最高よ。だから邪魔なあんたは今すぐ出て行ってちょうだい。いや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 、何を突然バカなことを言い出すのよ。いくら私が気に入らないからって勝手に荷物を出して新しい嫁を呼ぶなんて、こんなこと許されると思ってるの？ああ、ブスのくせに私にバカって言ったわね。そういうところが本当にムカつくのよ。ブスはブスらしくおとなしくしていればいいのに、私に逆らわないでお金だけ素直に渡しておけばいいのに、私に逆らうブス嫁なんてこの家から追い出されて当然よ。はあ？お兄ちゃんにはもう新しい奥さんを用意したの。美人で金持ちの嫁が来るから、ドケチブスは今すぐ出ていけ。バカ娘が、お前が出ていけ。え？まったくあなたって子はなんてことをするのかしら。ついには美咲ちゃんの荷物を勝手に家から出すなんて、しかも新しい嫁を用意した。美咲ちゃんは追い出されて当然。ふざけたことばかり言ってんじゃないわよ。もしかしてお母さん？あんたの母親として言ってやるわ。もうあんたみたいなバカ娘には付き合っていられないの。そんなに実家の居心地が悪いならあんたの方が出て行きなさい。こっちだってもうあんたと暮らしたくなんかないんだから。はぁ？ちょっと待ってよ、一体どういうことなの？なんで美咲さんの LINE にお母さんが出てくるのよ。ちょうど今日は外で仕事の打ち合わせだったのよ。そのまま一人でランチしていたら、ちょうど美咲ちゃんとお友達もそのお店にいてね。美咲ちゃんは日頃から家のことも頑張ってくれているでしょ。せっかくだからお友達の分も私がおごってあげたのよ。え？お友達とつまる話もあるだろうから、おごってすぐに帰ろうと思ったの。そしたら美咲ちゃんに呼び止められて、スマホを見せられてね。見たらあんたが美咲ちゃんを追い出そうとしていたのよ。追い出して何が悪いのよ。次に来るお嫁さんは美人だし、お金もあるんだよ。お母さんだってそんな嫁の方が嬉しいでしょ。そんな嫁なんかいらないわ。優しくて寄り添ってくれる嫁がいいに決まってるでしょ。美咲ちゃんほど素敵な嫁なんて他にいないのに、本当に出て行ったらどうしてくれるのよ。え？本当にあなたはなんてことを。さすがに私も限界よ。あんたには問答無用で実家から出て行ってもらうわ。今日私たちが家に帰るまでに荷物をまとめて出て行きなさい。そんなこと言っていいの？私は美人で自慢の娘なのに、そんな私を追い出すなんて本気なの？あんたのどこが自慢の娘なのよ。見てくれはよくても、それ以外は全て最悪の娘じゃない。はぁ？美人を鼻にかけた偉そうな態度、フリーターのくせに身の丈に合っていない高級ブランド品、実力とセンスのなさが現れていて、せっかくの美人も全部台無しよ。
今のあなたは全身から物騒らが漂っているわ。この私が物騒らですって？そんな娘はいらないわ。今すぐ実家から出て行って。一体何なのよ。なんでお母さんが物闇の巫女なんかするの？なんで私の方を追い出そうとするのよ。私だって本当は実の娘にブスなんて言いたくないわよ。でもここまで強く言わないとあなたにはもう何も伝わらないでしょ。もう怒ったからね。そんなに言うなら出て行ってやるわよ。でも後で後悔しても遅いからね。私が超お金持ちと結婚しても教えてやらないから。老後に頼ってきても助けてあげないんだから。むしろ早くお金持ちと結婚してちょうだい。そしたらこっちも遠慮なく絶縁できるわ。絶縁ですって？美咲ちゃんは嫁であり大事な家族よ。そんな家族を傷つけようとする人はもう知りません。サナ、あなたと縁を切る覚悟で家から追い出すわ。上等よ。こっちからあんたたちと縁を切ってやるわよ。私が勝ち組になってももう知らないからね。一生連絡なんかしてくるんじゃないわよ。それじゃああなたもね、私たちにも娘の美咲ちゃんにももう二度と連絡してこないで。誰がするかよ。美人の娘を捨ててブス嫁と仲良しごっこでもしていなさい。ねえ美咲さん、お願いだからこっそり私のことを家に入れて。それが無理ならお小遣いだけでも振り込んで。サナちゃん、私には二度と連絡してこないんじゃなかったの？今はそんなこと言っていられる状態じゃないの。だからお願い、早く助けて。だいたいどういう状況なのよ。超お金持ちと結婚するんじゃなかったの？うるさい。もう婚活なんて印象しないわよ。あんな屈辱な思いをするなら二度としないわ。え？あなたすぐに結婚しようとしたの。でも婚活で出会う金持ちたちが超ムカつくの。この私が結婚してあげるっていうのにみんな断りやがって。僕の持っているお金の価値は劣化しない。でも美人は劣化するだけだし結婚する価値はないよね。ってどうしても結婚したいなら劣化しない魅力を用意しろ。ってそれはまあ随分と癖の強い人たちとばかり出会ったのね。本当にムカつく。ちょっと金を持ってるだけのブサイクどもがこの美人の私が妻になってやってもいいって言ってるのに。で婚活失敗で優雅な専業主婦生活は無理ってわけね。でもそれなら仕事を頑張ればいいだけ。就職が嫌ならモデルの仕事をもっと頑張ればいいじゃない。そんな簡単に言わないでよ。モデルの仕事なんてもう一つももらえないかもしれないのに。え？何かやらかしちゃったの？私は何もやってないわよ。なのに先輩の嫌がらせのせいで仕事が来ないんだから。先輩ってもしかしてモデルの先輩の？そうよ。お兄ちゃんと結婚してもらおうとした先輩よ。だけどお母さんが大反対で結婚できなくなっちゃって、そしたら先輩がブチギレ。結婚できるって言ったのに騙したの？私をバカにしたのね。って先輩がお金持ちだから友達とか業界の子でも多くて、それで私を業界から干そうとしているのよ。あら、それは大変なことになったわね。ただでさえ仕事も少なかったのに。本当にどうしよう。モデル仲間も誰も助けてくれなくて、お金はないし住むところもないし、お母さんに連絡してもずっと無視されていて助けてくれないの。あらね、ミオさん、あの後すぐにサナちゃんをブロックしていたし、なんだったら大好きなお兄ちゃんもね。だからお願い、美咲さんが私を助けて。私を実家に入れて、それが無理ならお小遣いちょうだい。もう私が頼れるのは美咲さんしかいないの。そうだよ、私だって未だに怒ってるんだもん。誰がサナちゃんなんて助けてあげるもんですか。え、私のこと助けてくれないの？可愛い義妹がこんなに困っているんだよ。そうだね、かわいそうなぐらい困ってるみたいだね。でも今までの私へのブス扱いはそれぐらいで水に流さないよ。え、サナちゃんはずっと私のことをブスだってバカにしていたよね。ずっと気にしないようにしていたけど、私はすごく傷ついていたの。だからサナちゃんがいくら大変でも助けてあげない、助けたいとは思えないの。そんなこと言わないでよ。あのバカにしていたことを謝るからさ、本当にごめんなさい。今の実家はね、サナちゃんがいなくなってからすごく快適なの。わざわざお財布を金庫に入れなくてもいいし、みんなで和気あいあいと楽しく暮らしているの。だからぶっちゃけサナちゃんには戻ってきてほしくないんだよね。そんな、私の実家なのに、あの今まで奪ってきたお金は全部返すから、なんだったら綺麗になるメイクとか教えるよ。私の持っている可愛い服も貸してあげるし、仲良くしよう。美人の私が友達
どこが自慢なの？自慢どころかむしろ恥ずかしいよ。え、そろそろ自分の状況を理解した方がいいよ。いくら美人でも、もういろいろと台無しで、今のうちになんとかしないと、もう後戻りできないよ。だから後戻りするためにまずは実家に。自分の力で頑張って。あなたは今ご両親から縁を切られているんだから。それじゃ美人パワーで頑張ってね。さなちゃんはモデル活動を引退し、今真面目にどこかの会社で働いているそうです。しかし入社当初は美人だともてはやされていても、すぐにこんなに仕事ができないと思わなかったとマイナスのギャップで好感度は一瞬で急降下。かなり居心地が悪い中必死に働いているそうです。定期的に取ったお金返しますと少しずつ口座に振り込まれていますが、ミオさん曰く、いい？これぐらいで許しちゃダメよ。返金は当然。私たちは絶対にあの子との絶縁をやめないからね。だそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。